こちらはビュッフェクランポンの、アルトサックスで、クランポン400、日本で の番号で言うと8401っていう番号になるようなんですけど、まあ世界的にはクランポン400という型番になってます。これは非常に見ての通り、豪華な彫刻がついてまして、このキーの一個一個にまで全部彫刻があるんですね。で、この美しさ、これだけが目的で衝動買いしてしまいました。ビュッフェクランポン C と書いてますね。あとネックにまで彫刻が入ってるんです。こんな感じですね。で、これはビュッフェクランポン、今は先祖っていう日本の名前がついた楽器が最上位なクラスになってるわけですけど、これはスチューデントモデルなんですね。スチューデントモデルっていうと、まあ、粗末な作りになってるのが通常なんですけど、なんと今のビュッフェクランポンはプロ向けの先祖よりも、こちらの学生向けの先祖の400の方が見かけだけは立派になってるというちょっと不思議な楽器です。で、これは中国で生産されておりまして、買う前に一応下調べした状態では、この指がいがプラスチックになってるっていうことが唯一の欠点だけれども、それ以外はまあジャズポップス向けにはいい楽器だっていうふうに書かれているのを読みましたので、購入を決意しました。で、この指がいがプラスチックになってるっていう問題は、やっぱり滑りやすいことは滑りやすいです。ただこのビスキーですね、小さなこれが盛り上がってるのが見えますでしょうか。これ普通の指がいは凹面になってるわけですが、これだけビスキーだけ凸面になってます。これのおかげでこう指をずらす動きですね、これ普通の凹面のビスキーですとこれは楽なんですけど、これがとっても難しいです。ところがこれ凸面になってるおかげでこう戻るのが非常にやりやすくなってます。で、これをどうしてプラスチックでやっちゃったのかなと。これね、多少高くてもいいから真珠貝使ってくれればいいのにと思いますけども、とどういうわけだか、オクターブのサムレストはプラスチックなんですけど、サムフックの方は金属になってます。あとこの棒の下まで彫刻入ってましてね。あとはこちらのキーポストが、これ普通は1本になってるのが軽量化のためにもいいわけですし、まあ通常はこれシングルになってるのが多いんですけど、なぜかポストが2つあります。ただしこれビュッフェクランポンがカタログで歌ってあります通りに、低音の C から B、B フラット、これが新品でもいきなり綺麗に出てくれるという、そういう楽器になってます。で、実際に吹いてみたら、実はこれとっても音色が暗いんです。まあこれ主観によると思うんですけれども、普通のヤマハですとかセルマーですとか柳沢は吹いたことないのでわかんないんですけど、
一般的なブラスのラッカーの楽器に比べるととっても暗い印象があります。それでどうにかして音をこの綺麗にっていうか派手になるような工夫はないかなと思って、今スイングチップがっていうものが流行ってるようなので、スイングチップよっぽど買おうかなと考えたわけなんですけれども、まずはスイングチップは貼り付けたらちょっと後の修正が大変ですので、こういう今ものすごく強力なネオジウム磁石っていうのがありますが、これを使ってスイングチップの代用にできないかっていうことを考えてみました。で、このネオジウム磁石は小さいのにものすごく磁力が強いですので、まず1個だけこのネックテノンの内側に固定用にくっつけ、置いときます。最初はちょっと指で押さえとかなきゃいけませんが、でポンとこうもう一個置くと、これで固定できます。これでまあ代用品のスイングチップのつもりでやってみました。で、これがあるとないとでどれぐらい音が変わるかっていうのをちょっと実験してみます。まずは何にもなしの裸のネックの状態で、でこれとっても大事なことなんですけど、ビュッフェクランポンはここにネックのところにプレートがありません。それでセルマーのマーク6とかバランスアクションですかね、それからセブンまではとっても名器だっていうことを言われてますけど、どうもここの、プレートがあることがどうも秘密になってるみたいなんですね。で、最新型のセルマーはなんかプレート廃止しちゃったみたいなんですけど、スーパーアクション80まではついてるんですよね。で、これは何にもありません。ない音で。感じでもうちょっと派手になってくれるといいのになぁと思ってました。で、スイングチップを買う前に予備実験としまして、まずは磁石を1個だけつけてみます。これとっても面積も小さいし重量も軽いんですね。で、何て言うんですかね、マーク6、まあセブンもかろうじて入るという状態で、あれがとってもジャズには人気があるっていうのは、どうもこのプレートに秘密があるんだっていうことを、日本のエルクハートを生産している大井上博さんですね、のホームページで拝見することができましたので、このプレートの効果っていうのがどうなるかっていうのがちょっとこれに関係してくると思うんです。じゃあちょっと1個だけつけて吹いてみます。あまり変わらないですね。なので、今度は極端に10個いっぺんにくっつけます。最初の1個と合わせると11個くっつくことになります。こんなにくっつきました。
ルティッシモのところは何をやってもキンキンしますので、まああんまり関係ないわけですけれども、これが増えるに従って私の主観としてはちょっとかえって音が暗くなってると感じがしまして、それに気がつきましたのでスイングチップを買うのはやめようと思いました。で、このクランポン400とっても見かけがいい楽器なんだけれども、音色が暗めだっていうことで、まあしょうがないのでマウスピースを変えてみようかなと思ってます。今ここにくっつけましたのは高知県のアイゼンというハンドメイドのメーカーが作ってます MC グレゴリーを真似したアイゼン GR の、開きは MC グレゴリーに本家にはないような極端にでっかい8番、ASGR と書いてるのが見えますでしょうか。これアイゼンのアルトサックスのグレゴリーを真似したモデルという意味になってますね。さすがに本家の MC グレゴリーも持ってるので後で紹介したいと思います。さすがにものすごく開きが大きいだけあって、なんていうんですかね、グレゴリーアートペッパーポールデスモンドの音っていう売り物になってますけれども、本家のグレゴリーにないほどの大きさティップオープニングだと僕が吹いた限りではアートペッパーポールデスモンド、アートペッパーはどっちかというと濡れた音がするんですよね。で、ポールデスモンドはちょっと乾いたような音がしますけれども、これだけ開きがでかいやつを吹きますと、もう濡れたペッパーの音っていうのはまるっきりしなくなっちゃって、でちょっと乾燥したようなデスモンドの音も出るかなと思うと、それさらに通り越してなんかリコニッツみたいなカリカリの音になっちゃう感じがしました。まあこれも私の腕が悪いので、あとアンブシャーも悪いので、本来の性能が発揮できてないと思うんですけれども、さすがに高いマウスピース買っただけあって工作精度がとてもよくって、このクランポン400ですと間違いなくアルティッシモも出てくれるわけなんですけれども、もう一つ持ってますマーチンコミッティ3があるんですが、それだとなかなかアルティッシモが普通のフィンガリングチャートでは出てくれなくって困ってたんですけど、これを使うとセルマーとかヤマハ用のフィンガリングチャートで、命中してくれるようになりました。どうもここのリードが当たるところのレールですとかそういったところの精度が問題なのかな、アルティッシモが命中するかしないかっていうのはかなり影響してるのかもしれません。このあたりちょっと詳しい方いらっしゃいましたらいろいろ教えてください。ただなんていうんですかね、これはまあ工作精度が売り物になってるわけですけど、オリジナルのグレゴリーだとか、あと大量生産の他のマウスピースを使っても、ヤマハ、セルマ、ビュッフェクランポン、あともう一つ中国の楽器もあるんですけど、中国製、これも中国製なわけですけど、クランポンの名義で売るだけで、価格が一桁上がってしまうという状態なんですが、中国の楽器とても使いやすいです。このパームキーが角張ってて命を削る楽器っていう
評判が非常に高いですけれども、これそういうことありません。あと私が買ったもろ中国製の楽器も割とここは滑らかになってました。なのでこれから中国製は本当にバカにできない世の中になってきた感じですね。以上、スイングチップを買わないで、代用でこのネックの前面に重量を引火するとどう音色が変わるかという実験でした。どうもお粗末様でした。まあ今日もこんなパジャマ姿で本当すいません。病人ですので許してください。では失礼いたします。